岡本チュータアブギガンジーが一番メガネ似合うヒューガコールドットです。あの人より似合う人いないいないよ。本日の客告白ないない。タピオカに続き第2弾のナイナイなんですけども、はい、ナイナイあるあるの時はいつもエピソードを聞いてます、はい、ということで本日告白エピソードとかある人います？いたこれだ。あの以前動画でも話したんですけど、僕中学の時バスケ部に入っててスキー教室1年生の時になって、バスケ部はその時に告白をするっていうのがなんか風潮でして伝統があったね、はい、その頃僕もなんかちょっと待ってちょっと待って一回魚眼レンズかかっちゃったから。お前のとこだけ、お前怖えんだよお前。お前今日トーマスぐらい丸い。すっごいトーマスぐらい丸い。お前今日マジで変だよこの丸さ。え、なんか変だよお前。笛ラムネ。え、なんで。で、まあ僕も好きな人いたんで告白しようかなと思って、うん、有名詞後に告白しに行こうと思って食べるところの前のドアにいたんで行こうとしたら、はい、ヤマト君が先に言いました、はい、あ、これはまずい、ちょっと距離を置こうと思って数時間後ヤマト君に聞きました。あれは何って。あれは何。告白したって。あ、俺の胸にぐさっと。そうそうそう、あの頃の好きって結構高めの好きだから。そうなんですよ。告白エピソードならあります。これ告白エピソードなんですけど、見たことないおじさんがいたんですよね。そしたらね、おじさんのちょっと奥からキエーってあっちゃんが出てきたんですよ。はいはい、おっちゃんだと思ってウェイってやったら、そのキエーってやったのにおじさんがびっくりして、そのおじさんとあっちゃんの喧嘩みたいな、誰だお前、あ、すいません、誰だすいませんみたいなすごいやり取りしてて、よく見たらあっちゃんのお父さんだった。あっちゃん実のお父さんに英語ですいませんって謝って、実のお父さんは実の息子に誰だお前って言って、くらいからお互い見えてなかった。何の話。告白っていうトピック忘れてんの、うん、実は僕もある。あら、何年前、結構前の話になるんですけど、はい、松たか子さん主演だったんですよ。で、まあ先生役だったんですけど、はい、自分の実の娘が殺されて、うん、バーンって教壇に立って、この中に犯人がいます、え、誰だ誰だ誰だってなるじゃないですか、うん、っていう話です。映画告白な。映画告白の話。あれ待って、こう良かったらねないんだよそんな。おい、うるせえだろ、時間バレんだろ。お前、俺らの地元がお前朝5時にこのチャイム鳴るのバレてんだろ。朝5時。はい、ということで本日の告白ないない行っていきましょう。あれは高2の夏、君がほうじ茶を僕に持ってきてくれた時から恋に落ちた。付き合ってくれ。告白中にペディキュア、僕と付き合ってください。ちょっと待ったー。ちょっと待ったが雑。僕と付き合ってください。だから偽物だ。告白相手が何でも鑑定団。お前しか見えない。来世でもそのまた来世でもお前を見つけ出して俺は愛し続けるよ。俺の人生に全額ベットしてみない？セリフが臭くて失神。お願いします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 。告白の練習に5年。出てきてくれ。たとえ全世界の男が敵に回ったとしても俺が守る。頼む。なあ。告白相手が不在。僕と付き合ってください。喜んで。サイヤマングレートが見てる。人間ってのは毎日12時に24時間っていう財産が振り込まれる。お前のその財産全部俺に欲しい。お前の人生を俺にベットしてくれ。告白相手がサイヤマングレート。はい、ということで告白ないないお送りしてきたんですけども、楽しかったですね。楽しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっとカメラマンが
サイヤマングレート。